モックからこんな紙が入っとった。お持ち帰りのお客様へ。やったやった。やった。本日保育園運動会があったんですけど雨のため中止となりました。はい。でお兄ちゃんは？お兄ちゃんは部活です。はい、部活で本当は自転車出かせようと思ったんですけど、まあ、せっかくなのであの兄ちゃん送ってって出かけたいと思います。で、あやさんは欲しいものがあるんだよね。はい。何欲しいの？もうね、最近この話題ばっかり。カルペチェ？イオンに行きます。イオンって100均？昨日からうるさいんでとりあえずイオン行きます。オープンと同時に買ったら収まるね。そう、あの買ったらとりあえず逆に早く家帰りたいんだけど。そうそうそう、もう静かになるね。コールが来ると思いますけど。じゃあイオンってさ、100均と同じ？100均入っとるよ。入っとるけど10時にならんと入れんかも。はい、じゃあとりあえず今日も出かけます。はい、はい、レッツゴー。カバン踏んだらうさね。おかしいだ。これ出す出すべきないよ。ちょっと待ってよ。ね、まだ色も踏まないのね。はい、踏むよってね、お前のは。踏まないね。踏まないね。何しようね、この二人は。ほんとやってな。はい、行ってらっしゃい。携帯持ってた？あ、車の中にある。あ、まあ、まあいいや。うん。11時やで、じゃあ。11時、はい。現地に着きました。はい。なんですけど、お店オープンまであと20分あります。食料品で時間潰すか。あ、売ってる紙に行くまだ買うの？いや、違う違う、まだ売ってる紙に行く。うん、分かった。ちょっと私も他のもの見たいので行きます。行くまでウェハース売ってるか。イエス、ちゃんとお金も持ってきた。買わないよ。ないよ。もう強い、全然強いじゃん。よし、たまわれろ、強い。これは限定のものらしいよ。あのね、何だ？イオンに行って。ナキにある。買ったら当たるよ。いいんじゃない？知らないんじゃない？本当に知らん？ほら、見て。クリップもある。ねえ、ほんとに。あ、そう、ちょっと高いんだ。ちょ、待って。カノも買うつもりなの？あ、そうや。お金持って。何言ったの？ハンバッチやろ？ハンバッチ入らない。いっぱいある。ほら、まあまあ、ここ全部なくなったってことだろ。うん、でも明日全然買ってない。バナナしてる。あ、これさ、何回も押して負けると腹立たん。はい、すみません。はい、ありがとうございます。モックからこんな紙が入っとった。お持ち帰りのお客様へ。本日は当店をご利用いただき誠にありがとうございます。ご購入いただいた商品にご満足いただけるよう確認させていただいておりますが、万が一ご購入商品の不足不備等がございましたら当店までお申し付けください。早急に対応させていただきます。こんな今まで入ってこなかったら何かあったのかな。さあ、でもミスが多かったんだね。ちなみに裏に店舗名と電話番号書いてある。じゃあ分けるよ。おい、5分遅れてまだ。だって11時に終わるんやろ。そうや、真面目に部活生は、ま、11時にお疲れ様でしたって言って着替えてきたんやの。あ、いや、じゃあ10時に前に終わったよ。あ、やる気のない部活だな。みーの分はみーって、あ、なもんね、ま、はあやちゃんも、はあ、フレープも、まあ、なぜか記憶にない、自分の胸に手を当ててない。安心して、ナゲット買ってきとるで。なんで？ナゲット買ってきとる。あ、お昼ご飯。昨日の流れで。またね。やった。
ったね、ハンザクヤ。カンピャン。カナのジュースばっといたね。もう。それ。それ。何？はい、帰ってきました。はい。はい、じゃあ開封していきたいんですけど、はい、もうね、ずっとね、最近連発しちゃってます。カラフルピーチの缶バッジ。イオンのね、コラボ商品なんですよね。はい。折り紙。はい。じゃあ早速缶バッジ開けてください。一緒に開け。一斉のね。マジか。マジかよ。お前許せ。え、かわいい。かわいい。もらっちゃおうかな、この缶バッジ。かわいい。ちょっと見せてくださいよ。信じられん。え、わかんない。マジかよ。どの君いらっしゃい。これね、袋ね、ほら、透かしができないように黒いんですよ。これ見せて。どうなっとんのやろ、なんか。はい、いくよ。頑張ってね。ラスト。せーの。はい、モフくん。モフだね。はい。交換こしてあげようか。なに？誰と？モフくん？ママはどのくんのが好きだな。うん。ありがとう。あー、妹よね。運がいい妹よ。なんでこんなにこっち若いくのね。あの、無欲の勝利。許せないんだけど。だから、欲があるから、ノアちゃんとかエトちゃんは絶対当たんないじゃん。言われたんだよね、お店の人に。なんだ、ちっちゃい。高くない？ポーチ。ポーチ？ガマ口っていうかチャックのポーチ？あれさ、めっちゃくちゃさ、残ってることさ、ない子がいて、お店の人に、え、もう売り切れたんですかって聞いたら、元から入ってくる数が1個しかなかったからって言ってました。はい、どうなってるかな、ちょっと気になる。ね、雨がちょっと止んだので。芋か、あそこか。ほんと、育ってるかな？育ってる。花を見ていただいて、あ、ほっ！めちゃくちゃ高くなってる。この間ちょっと暑かった日やったやん。うん。それでこっからここまで伸びた。これ痛そう。痛いよな。絶対痛かった。絶対痛いよそれ。はい。なんで？うん、何これ？っていう根元バリバリの木やもう。さて高めの木や。うわ本当や木やわ。お前これさて高めの武装すぎやろ。ちなみにこれ。人参の葉っぱです。花育って何？あとで花どうしよう。芋や芋。めっちゃ耐えてるこの花。ほんとやな。この花を痛めつけないように。え、マジどうやって取るのこれ？何？ここ、こいつ、こいつ。茎。どうやってやるの？そ、そこ全部つな、持って両手で持って。どうやってやるの？両手で持つ。もう両手でグッと持って。そう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 。グッて掴むそこ。で上に上げる。頑張れ。せーの。いいの持って手伝っちゃう。自分でやるって言ったやんな。頑張れ。勝った。お、頑張れ。せーの。せーの。お、いけ。後ろ気をつけてよ。お、できた。えおお。あ、今抜けとる。あ、途中から抜きとるな、これ。本当ひっくり返さなあかん。じゃあ、かな、かな。じゃあ、そしたら、それを隣に移動させて。あ、見て見て、ほら。お、かな。あ、できた。でかいのが。おお。うわ。おお。できたー、カノンさん。うまだまだ続く。うわ、まだでかいのある。ある？一回どんどんどんちょっと。やったやった。やった。うわ。何？虫さんおった。虫さんぐらいいいやん。カブトムシさんかな。大変やろうな。あ、本当や。ちょっと見せて見せてよ。またね、ちょ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 、おい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 、あーほんとや、え、そばでしょ、ね、そばでしょ、ね、ダメ、無理さんストレス、やっぱそばでしょ、はい、どうぞ、言葉だけかよ、お前は、うん、まあ、プランター出るとここら辺が限界かな、あー、またこっちの方が遅いからね、きっとね、せーの、おーおー、なってるなってる、風、あー、でもなさそうやね、もうね、ほんと、もうないかな、ちょっとお芋を取れたんですけど、なんかめっちゃなんか、うん、やられてる感じがあって、多分可食部自体がすごい少ないんですよね。で、これかで迷ってて、透かし芋もいいかなと思ったんだけど量がなくて、じいちゃん家のお芋と合わせてなんかするかということで。我が家のお芋さんでした。来週は大芋掘りになります。あと30秒3、2、1。
出る。15秒。先生。これで言うとるやろな。これ時差レビュー、時差ってどうするやろな。